皆さんどうもピーマンドウエスというわけで今回マイライフ実況27回目になりますぞい、2年目7月4日からね始めていきますので、そして今回の実況でねこの2年目の前半戦シーズン残る6試合そして今季はオールスターにね外野手部門で1位で選ばれたのでオールスターにも出れますから、公式戦とオールスターこう合計8試合をねプレイしていきたいと思います。そして現在の成績は打率は2割7分2厘29本51打点と、もうやばい成績、シーズン MVP を獲得できるようなね成績を叩き出してて、本塁打王もこれもうぶっちぎりで取れそうな感じですからね。まあ本塁打王シーズン MVP というよりまずはシーズン30本塁打あと1本で達成ですからね、この前半戦が終わる前に達成できたらすんごい気持ちいいことだと俺は思うよ。その流れでオールスター出たらもう大活躍間違いないだろうね。行こう、ボコボコタイム始まるよ。横浜3連戦になるね。残る課題横浜戦と中日戦だい。横浜はもう通算でも得意にしてる相手、あら来た、惜しい、あと一本でこれでシングルという悲しさ、虚しさ。いきなり今季30号目来たかなと思ったんだけどね、地方球場なら入ってたわな。ハマスタもホームラン出やすいけどね、あの俺ハマスタの嫌いなとこ、この黒い部分に当たってもホームランならないことね。これもフェンス扱いなんだよね、それがちょっと残念かな。中日名古屋ドームだとそうじゃないからね、この黒いとこもホームラン扱いだから。あら詰まった、落ちるか、これうまい、サード後方、はい、イチロー、イチロー、マルティアンダ、いやいきなりマルチアンダ最高だね。6回の表3打席目大猛打賞、アルドアルドドドドン、いきなり打っちゃう、はい、来たー、オッケー、猛打賞でもシングルっていうね、見てよこれ、3打席中3安打打って、そのうちの2本をフェンスに直撃してんのシングルだぜ。何この悲しさ、虚しいね。いや全打席ヒットあるかもしれない、イチローみたいなことしていいかな、みんなやるよやるよ。打率なんてどうでもいい、安打なんてどうでもいいと思ってた、とにかくこの実況はテーマはホームランだったけどさ、イチローになれるかもしれないね、この実況でもなるよ。4の4安打打った、ファールボール、次は6球目投げました、よしナイス見極め、いつもなら振ってる。第7球を投げました、おいおいフォアボールはいらんのだぞ。第8球を投げた、あーもうフォアボールだ、もう勝負来いよ、出せやつだなお前。5打席目ただ今日は全打席出塁、このイニングはどうだ、この打席ね、5打席目またあるか。いやもうここまで全打席で来たんだから、これからも全打席で行きたいよね。フォアボールでもいいんだ、あらフォアボール来るかもしれない、3番、はい、いただきました、全打席出塁、いきなりこの活躍。チームサヨナラ負け、なんで5対3で勝ってたよね、9回表の俺の打席、何があった、ロビスのサヨナラタイムリー打たれてるし、何があった、頭がついていけない、処理ができない、ああ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 ノー、え、イチローじゃん、ここまでイチローに似ちゃったの、今日イチロー猛打賞の大活躍、なおマリナーズはだよね、なお巨人はじゃないですか、嘘やん、沢村何やらかしとんねん、お前大嫌いだから沢村のこと好きじゃねえんだよ俺、いつも打たれてるイメージしかない、これ見てよ、3安打2個のフォアボールで5出塁に全打席だぜ、それも素晴らしい活躍も、こうやってね1イニング抑えるだけのクソみたいなね仕事してるやつにね邪魔されてね俺の活躍がなかったことになる、許せねえですよ、こっちは毎試合出とんやぞお前、お前みたいな1イニング投げるだけの簡単な仕事ねちゃんとやれや、抑えろや、できるやろ、もう最悪、こういう自分が打った試合で負けるのは最悪だ。はい、これですね。またミッション発動だ。はい、発射ですね。アンダー1試合に4本打つ。今のピーマンになら難しいことじゃないと思うよ。いきます、いきます。達成していこうよ。全然問題ない。心配ない、問題ない、ないない、that's life, it's all right だね。いくいく。次は勝ちにつなげてくれよ。俺は勝ちにつなげるための最高の仕事はした覚えはあるけどね。したつもりだよ。でもね、どこかの1イニング投げるだけの簡単な仕事しかしてないやつが打たれたんだから仕方ないよね、こればかりは。ごめんね、ファンのみんな。俺はやったんだ、仕事。さて、公式戦もあと5試合。
いきなりいい打球も出て、この活躍素晴らしい。ただ俺が欲しいのは今季30号目、ヒット打つのもいい、フォアボール選ぶのもいい、全打席出塁するのもいい、ただ違う本当の目的は30本目、これをこの実況で打つ、そしてオールスターでも大活躍するということですよ。ワンアウトランナー一塁、ゲッツーが出そうな場面ではあるがどうだ。ここで打てば6打席連続出塁になるからね。あら、ただ連続出塁はストップかな。はい、いきなりボンパイ、嫌な感じ。さっきまでのは何だったんだっていう話だね。ノーアウトランナー二塁一塁、入った決まった30号目スリーランか。うわ、またフェンス直撃、ツーベース行くわ、もうシングルやだ。まあいいや、打点はつきましたね、タイムリーツーベースヒットだよ、もうあと一歩だよ。いい打球は出てるがあと一歩が届かず、30本目はまだ見れないね。簡単にツーストライクやめておくれ。追い込んでから第3球をボール、カウントワンボールツーストライク、投球これから4球目。お、どうだ、結構伸びるんじゃねえか。いや、一瞬後ろ向いたの何だったんだね、一瞬ちょっと取る前後ろ向いたよね。そんなトリックプレイいりませんよ、ランナーいらないんだから、いないんだからね、取るんかいっちゅうね、ほんとそのトリックプレイは取れない時にやるもんだろ。一瞬後ろ向くからさ、あ、一旦フェンス直撃かなと思った、平然と取るっていうね。第3球を期待させんな。打ちました、あ、マルティヒット2試合連続だ。これで打率2割8分キープかな。もう一回来るかこれ。あ、延長入ったんでもう一回来ましたね、5打席目第9きたー、投げました、外れた。三上からの一撃は気持ちいいだろうね、対成績は一度も打ってない。投げました、打ちました、ファール、ここで打てば2試合連続の猛打賞だからね。投げました、見送ってボール、カウントは2ボール1ストライク、投球これから4球目、ボール、これは外れます、カウントは3ボール1ストライクです。ほい、よっしゃー、ナイス、いただいたー、2試合連続の猛打賞、誰も俺を止めれない、俺にイチロー鈴木の魂が宿っているような気がするよ。止まらない、止められない、止まるつもりもない、ちょっとつ猛進、これがピーマン、5打数の3安打1打点、2試合連続の猛打賞。ま、チームは引き分けだったんですけどね、白黒つかず。何これ、俺が打った試合いつもこんな感じ。いいんです、いいんです、チームの勝利なんてもうどうでもいいですからね。最低限勝利は貢献できてますから、僕はいつもね。もうチームの勝利とか考えずに自分のバッティングをすること、自分が打ちたい時にヒットを打つ、それだけですよ。こんなチームでね、ヒット2本打ったって関係ねえんだから、長打打ったって、負ける時は負けるんだから。てか俺が打った時はいつも負けてるんだから、気にしない。俺が打った時は大体心の中で、あ、今日は試合負けるんだろうなって、まあでも試合早く終わるからいいやみたいな感じでね、見てるからね。さて行こう、横浜戦はこれで前半戦最後の戦いになるね。3試合連続の猛打賞ないか、あるんじゃないの。そしてこの試合で30本目が打てれば気持ちいいね。3試合連続で3安打で30本だからね、トリプルスリーじゃねある意味ね。投げた、ボール、これは完全なボール球、ツーボールワンストライク、バッティングカウント、投げた、打ちました、オーマイガ、これは守備範囲だな、よく打ったよ、いつも打てない球だぜあれ、しょうもない内野ゴロになってるだろうね。まあ今のも内野ゴロではあるけどもね、捉えてるからね、コースがコースだったら普通に抜けていってますから。ただ真正面だったのがちょっと悔やまれるね。第2球、投げた、危ない球、第3球は危ない球、あれ、ストライク来ないパターンのやつ、うん、行き来るよね、大丈夫大丈夫、分かってたからね、山口君は逃げない。投げた、外角、これも入ってんの、ボールかと思ったよ、ボールじゃないんだ、うん、分かった分かった、投げました、なら打つ、打った、ショート右横のフライ、バットの先でショートフライを打つという意味だったんだよ、そういうことですよ。おいおいおい、一本も出ねえぞ、嫌な感じだね。大抵俺は1打席目2打席目にヒットが出なかったらその後は打てないという傾向がある。まあ猛打賞は無理でも連続ヒットは続かしていきたいとこだけどね。打ちました、ショート右横の、何やんだ、ねえか、俺の足はダメだ、早くないんでね。うわ、4打席目だ、これ最終打席になるんじゃない。チームはもう 6-0 完璧に負けてるからね。最後のバッターとなるか、2アウトランナー1塁9回の表、ボール、カウント1ボール1ストライク、
第3球を投げました。打ちました。なあ、ついていけないフォークに。第4球を投げました。ボール。これは完全なボール球。平行カウント。投げました。打った。どうだ。イエース。連続安打は続いたね。これで3試合連続になるかな。ふう、よかったよかった。6-0。何もできずにね、この前半戦横浜を終えるの嫌だったんでね、前半戦の横浜戦を終えるの嫌だったんで、最後打てたのは良かったね。まあ後続が打たずチームはゼロですけどね。3試合連続安打、3試合連続出塁だよ。いやー、先発の山口に完全にやられたね。得意な相手、苦手な相手ではないんだけどね、かといって得意な相手でもないかな。対成績がどれくらいなのかっていうのがちょっとわかんないけどね。ほんで前半戦最後のカード来ましたよ。3連戦。ピーマンのちょっと対中日の成績、今季と、通算の成績見ていこうかな。2017年は中日は2割0分8厘。48打数の10安打、ホームラン2本、打点は9打点だね。まあ、打率で見ていくとセリーグで2番目に打ててない球団となるのか、1番は広島だね。で、通算で見ていくと、あ、でも、結構、打率は低いけど、本塁打も打点も結構打ってるね。あ、そうなの？苦手な相手ではなさそうだね、通算で見たら。打率は低いけどね。でも俺は打率で俺の実力を測れるようなね、選手じゃないから。俺打率で、あ、こいつすげえんだなと思われる選手じゃなくて、本塁打数と打点を見ろよ。素晴らしい打点数を上げてるだろ。俺は天才だよ。自分で言っちゃ痛々しいやつですね。足5、13回戦目。足1打席目大連続で3試合打ってるからね、今日も打つよ。うわっ、初球凡退、しょうもねー。そしてこの中日は現在本塁打 を争ってるね、西武、元西武のね、 中日おかわり君がいるからね。そのおかわり君の前で今季35目を達成できたら非常に気持ちいい。ほい、来たかもしれない、今季35目。レリゴレリゴレリゴ、イエスイエスイエス、とりあえず抜けてくれた。ツーベースヒットは間違いないね。オッケー、ナイス。ただ今回の実況はあと一歩足りないってことが多いね。これで何本目をフェンスに直撃する打球、今のもワンバウンドしてフェンスに直撃してるからね、そこまでは飛ばしてるんだよ。今日の試合も、そして前の試合もね、ホームランが出やすい球場でやってるからね、もうそろそろ出てくれてもいいんじゃない。会心の打球は完璧に出てるぞ。あんだ曲がりすぎだろお前、シュートすげえな、打てる気配ねえよ。さて4打席目、とりあえず連続ヒットは打った、2割8分もキープは間違いないでしょう。ただ1本が出ねえ。第2球投げました、完全に外れた。ボール、はっきりしたボール球、カウントは2ボールノーストライク。うわー、マジでかい、スプリットだったのね。あ、バット折れた、完全に折られた、もう最悪。なんかやる気とか勇気とか全部なくしたような気がするよ。あー、ただチームは2対1でサヨナラだ。もうこういうどうでもいいとこで勝つんだからね、俺がもっと打った試合で活躍なんていうの、勝ってくれよ。この劇的サヨナラとかもう興味ねえわ。腹立つわ、もう俺とそのチームの事情っていうのがリンクしないね。俺はチームのために必死にやってるの、チームは俺のために必死にやってくれないっていうね。飯、いや、ノーノーノー、お前とは飯は行かない。そうか、残念だな。いや、いいんだよ、評価下がっていい、お前とは絶対に行かない。お、すげえ、俺の運100万、いや、リアルに欲しいわ。なんて強運の持ち主だ。もうホームラン30本打とうかとしてる選手が、ねえ、またお金を手に入れるっていうね。お前、今季年俸めっちゃアップする1億円プレイヤーになるかもしれないのね。まだ金が欲しいのか。そんな欲しいかな。そう、俺は金に執着がないからさ。別に飯やカップラーメンでもいいし。悲しいね。悲しい食事。まあそんなことはどうでもいいんですよ。あと2試合で今季35目達成なるか、絶対に行く。あと1本までリーチかけてんだ。ここで打たないとダメだよ。総展開で迎える2回です。インロー見送ってストライク。まずは見送りました。さあ次の投球。投げました。よし、来た。引っ張った。だーな、これはどうだ。あー、取られるんだよね。これもあと1歩が足りない。トゥアトランナー三塁だ。今日初めてのランナーが三塁にいる状況での打撃。これは、ファルゾンに行けよ。オッケーオッケーオッケー、ナイスナイスナイス。いや。第2球、投げました。うま
い、うまい、さあ中間、こういうバッティングができるようになってきたね俺。さてツーベースを狙う、どうだタイミングは、セーフ、オッケー。この実況だけでツーベースもう3本4本打ってんじゃないの。打点もついたしね、53打点。いや、スマルティアンだ、ウェイウェイ、オッケー。これで5試合連続安打も確定だよ。まあ先の打席で確定してるけどね。でこれであと1本、あーパッと打ち上げちゃった。掴みました。何をしとるんだ本当に。最後の最後打てないんだから。でもチームは5対3勝ててよかったよ。3安打目、そしてホームランはなかったけどね。さて次の試合が前半戦最後の試合になるんだ。4打数の2安打1打点、いつもなら喜びたいところ1本が出ないからね。素直にねガッツポーズしてまでは喜べないよ。もう終わりを迎えようとしてんだぜ前半戦。前半戦で30本乗せるか後半戦で30本乗せるかって意味はだいぶ変わってくると思うからね。飯か行こうよ。沢村じゃ、沢村が来なかったら行くわ。俺あいつ大嫌いなんで。うん。もう大嫌いすぎる。俺が打った試合。初めてこの全打席出塁っていうのを記録したんだよ。試合でね。それなのにも関わらず、台無しにするって何なんだよ。あいつも俺のこと嫌いだし、俺もあいつのこと嫌いだからね。さて最後の試合臨んでいこう。これで終わりだ、前半戦。最後はしっかり決めて後半戦から巻き返すぞ。おうだ、いいね。チームのね、もう、なんていうの、やる気というものはありますから。うん、ただ、やる気だけでホームランは打てないんでね。やる気だけでホームラン打てたら、俺はもう55本打ってますよ。現段階でね。やる気だけはある人間ですから。やる気だけで打てないのが難しいところ。今季15回戦目、最後楽しんでいこう。最終的に30本が打てなかったも、楽しい試合にしていきたいね。投げました。外れた。ボール。うわーもったいねえ、ミスショット。ゲッツーはどうだ、いきなりゲッツーはあかん、よかったな。打球がちょっとボテボテだったんでね、ゲッツーはありませんでしたけども、うわミスショット、もったいねえ。よし来た、これは来たぞ、いったんじゃねえか、またフェンス直撃、ふざけるなよ。なんぼほどフェンス直撃しとんねん。いつもあと一歩足りないこの実況は。追加点のチャンスです。マジでかい、言ってくれよもう。あの時だけいいからフェンス下げてほしかった。そんな能力ないから。そんな悪魔の身誰か知りません。フェンス下げる身みたいな使い方限定されるけどね。野球してる時でしか使えねえよお前。第5球投げた。完全なクソボール。取るなよ、もうふざけんなよ、取らなくていいんだよ。あー、これが最後の打席になるんじゃない。チームは7対1でしょ。もう回ってこないような気がするよ。9回裏はないねこれ。第2球投げました。ボール、カウント1ボール1ストライク。第3球を投げました。打ちました。うわー、ここ正面ショートから一塁送球。終わった。30本目はないね。8対1で、はい、勝利。チームが最後勝ててね、俺もタイムリー打てたのはそれはいいんで、ただあと1本出なかった。太田さんの6号目を俺の30本に追加してくれねえか。なんだそんな機能あるわけないだろう。なんでだよ、ほんといい打球出てたの、最後まであと1歩足りない。なんか非常に悔しい実況だね。これならもういい当たり出なくてヒットもいらなかったよ。なんかちょっと期待させて終わる感じ。30本は後半戦に持ち越しというわけだね。あー、ファンからいい声援だ。よかった。いい活躍はできてたんだね。さて、じゃあ、前半戦が終了したというわけで、次はオールスターがありますが、オールスターをプレイする前に、前半戦のね、私の活躍、そして、リーグ全体のね、成績などを見ていきましょう。まずは僕の成績からですね。ここまで87試合に出場して、打率は2割8分5厘、337打数の96安打。初めてのね、このシーズン100安打まで、あと4本とこまで来てますね。二塁打20本、三塁打0、本塁打29本、打点は54打点。得点圏打率は2割7分1厘と、前年と比べてだいぶ上げてきてますね。本塁打率は11.6 打数ですね。で、41得点で、得点はね、三振が19個、フォアボールが16個、デッドボールが2個、犠飛が1、併殺が22個、多すぎるね。出塁率も3割2分まで上げることができましたね。打率も2割8分乗ったので、まあそれくらい上がるでしょう。今季は3割5分を目標にしてますから、あと3分。
これね、3割切ってる状況から短期間でこれまでにしたからね、3割5分なんて簡単にいけると思うよ。長打率も6割超え、OPS も9割2分2と、9割台、猛打賞回数は6回、対左は2割3分9、対右は2割9分6と、前のね、シーズンと逆になってるんだよね。前は左が2割9分6で、右が2割4分3だったんだけど、今季はこっちが2割9分6で、こっちが2割3分9。こんな感じで繰り返していくのかな？じゃあ3年目は左に強い、4年目は右に強いみたいなね。エラーは5個で守備率がちょっとひどいですね。まあそれはもうしゃあないね。しゃあないで許してくれ。んで、リーグの全成績をね、見ていく。まず順位表で見ていくと、巨人はリーグ3位というところにいますね。ただ1位のヤクルトとは 9.5 ゲーム差、残る56ゲーム。まだまだね、希望はありますけども、ちょっと離されすぎかなという感じで。お次は投手ランキング。現在のね、タイトル見ていきましょう。防御率ではジョンソンと藤浪が並んでリーグトップですね。で、イニングで見ていくと、これもジョンソン一人だけ圧倒的だね。うちの菅野と20イニングくらい違うっていうね。勝利数では藤浪と小川が10勝で共に1位だね。敗北数ではどうだ？メッセンジャーが5勝10敗。防御率だけ見たらそんな負け越すだけの成績じゃないのね。セーブでは24個で秋吉。ホールドポイントは30個でマシソン。で、QS とかどうだ？現在の QS は13個でジョンソンと菅野が並んでるね。HQS は菅野の方が多いのか。意外だね。で、完封は藤波、関東はジョンソンだ。わーお、すげえな。うわ、じゃ、ジョンソンの HQS って全部関東の試合か？だよね。同じだ、関東すると。奪三振は藤波の136個でトップ。で、ウィップは、ジョンソンがトップとなってますね。0.90。素晴らしい。で、お次は野手ランキング見ていきましょう。首位打者、筒香の3割4分6厘。で、最多安打は川端の113本ですね。私、結構いいとこいるんじゃない？ほら、リーグ12位。打率で見ていくと、あ、打率だと結構下になるのかな。15位になってますね。で、二塁打数はどうだ？ああ、二塁打数ではリーグ3位だ。1位は川端の25本だね。最多二塁打あるかもしれない。まあそんなタイトルはないけどね。で、本塁打では、ああ、現在トップですが、中村とは3本差。追い詰めてくるね。結構話したつもりで前回バリバリに打てたからね。でもそれでもまだ3本差しかないというね。すごいバッターだ。で、打点数ではバレンティンがトップ。私はリーグ5位となってますね。バレンティンはもう86打点。100打点は容易で通過していくでしょうね。得点圏打率トップは筒香の3割7分1厘。で、併殺数、併殺ワーストは俺だね。2位の筒香の倍あるよ。ひどいな。盗塁数40個で大島やべえ。成功率も8割。40個もしてるっていうね。出塁率では筒香の4割5分6厘。わーわー、セリーグで4割5分を超える出塁率って結構久々じゃないの？多分ね。このままいけばね。私はリーグ21位ですね。で、OPS で見ていくと、現在の OPS トップは筒香の10割超えですね。中村も10割。私はリーグ5位の9割2分2となってます。パリーグのちょっと打撃の方も確認していこうかな。首位打者は3割5分2で中村、うわぁ !3 割4分台、3割4分以上が3人もいるっていうね。最短だ、近藤。で、本塁打は柳田か！うわぁ俺リーグで一番打ってるね。両リーグで一番打ってるのかなと思ったら、柳田の方が打ってたね。マジか、こいつも29本打ってんのか。打点も柳田だ。やべえな、こいつ。化け物じゃねえか。盗塁も36個で、これは西川だね。出塁率も柳田。OPS も柳田ですね。恐ろしい奴がいたもんだ。どうだろうね。両リーグでの最多本塁打。もちろんパリーグとセリーグ、実力の違いはね、多少なりともあると思いますが。どうせね、この本塁打王セリーグで取るんなら、そのパリーグのね、本塁打王にも勝てるような、勝っていきたいよね。ここまでは2年目にしても最高の成績を上げれてる。このままね、でもマイライフが進んでいくとただの無双ライフになるからね。3年目からは今難易度めちゃ強でしてるんだけど、パワフル、球速レベルも、ちょっと上げてもいいかもしれないね。ちょっとそれを考えてますよ。まあ、このままシーズン終えれるとは思ってないんでね。不調もあって。最終的には前年の OPS を下回る成績になるかもしれないからね。さて、自身初めてオールスターゲームをやっていきましょう。大活躍してみせるからな。ああ、今回が初めてですよ。思いっきり楽しんでこい。わかりました。真中監督ありがとう。うん。お、キャトリーだ。これオリジナル外国人だね、パープロの。めっちゃ日本語ペラペラじゃないか。
なんだよお前、日本そんな馴染んでねえだろ。ねえ、こいつ日本来てまだ1年目だよ。あ、2年目か、今年で。ねえ、何この馴染んでる感じ。先輩感やめて。同学年だから、プロ野球年数でいくとね。あいつも2年目、俺も2年目だから、なんなあの上から目線、腹立つわ。オールスターゲーム、お前も出場するの初めてだろ。こいつシーズン途中加入なんでね、1年目の。出てるはずないんだ。さて行こう。オールスター第1戦目は松田ズームスタジアムでの戦いになるね。打ちますよ、この大舞台で。30本達成できなかった悔しさがあるからね。ただスタメンではないんだ。代打での試合になるのかな。2戦目じゃあスタメンで出れるってことだ、多分ね。外野手部門1位を代打で出すかね。全試合使え、2試合ともバカタレーが。さて初めてのオールスター打席、うわー、しょうもねー、存在感ねーよ。いやもうね、ちょっと球場のファンからの漏れるため息みたいな出てるよね。あいつが外野手部門1位なの、組織票じゃないのみたいなね。あ、大谷が敗戦投手になってるよ。ほんで山田にソロホームランが出てるね。いいな、やっぱ一流の選手っていうのはこういう一流が集まる舞台でも存在感を発揮する。俺はただセカンドゴロ打っただけ、誰の記憶にも残らないっていうね。最悪の1打席目だよこれ。飯でも行ってお前の話を聞かせてくれよ。おお、あ、こうやってオールスターに出ることによって普段交流のないね、武田の選手とも交流がありますからね。あー、友達になれたりするんだ。よし、今日がオールスター最後のゲームになるからね。今日は、あー、9番で入ってますね。待って、俺、セリグで1番ホームラン打ってるやつ。9番。あ、わかるわかる、すごくわかるよ。俺もそういう起用法で今後やっていこうかなと思う。うん、今やってる俺と巨人の30年物語ではそういう起用法でやっていくわ。ありがとう。セリグの監督は頭賢くていいな。尊敬するよ。本当にね。本当に本当に。さて行こう。第2戦目は、楽天コブスタジアム宮城での戦いだね。今日はスタメンだ。オールスター MVP は俺がもらうで。まあ、出てくるピッチャーも当然エース則本だよね。この楽天の本拠地でいいとこ見せたい気持ちはわかるんだが、打ちますよ私は。対成績はどうだ。多分何回か対決してるけど一度も打ってないね。今季も対決してるよ楽天戦で。ただ打ててなかった。危ないフォアボールじゃないか。ヒット打たして。あのフォアボールはあのオールスターで一番ため息が出る展開だから。フォアボールかよみたいなね。うわっ、ゲッツーあかんで。あぶねえ、ただ何もできんぞこれ。オールスター MVP どの口が取る言うとんねん。ワンアウトランナー二塁。ああ、チーム8対6壮絶な打ち合いだね。ただここでも打てない。俺以外のスタメン選手全員ヒット打ってんじゃねえかこれ。やばいやばいやばい、せめてオールスター1本打っていこうよヒット。もうサファテから打てるわけないだろ、チームを逆転されてるし。なんだこの打ち合い、花火大会じゃねえか。ほい、よーしゃー、ナイス守護神スタファテからのこの一撃ですよ皆様。チームは11対8敗北ではありますが、いこのオールスターのね初出場で1本打てて1個のフォアボールも選んで2出塁ですからね、十分な活躍だよ。わははそれにしてもボコボコにされてるね。高山がツーランホームラン打ってるし、あいついいな。あれ一応どう、あれもねプロ入り2年目の選手ですからね、年代は同じですよ。楽しんでくれたかな。ゲッツー打ちそうになってたけどね俺。おカープの石原さん、本当か。いやいいわ、なんか喋りにづらそうだからなんかいいわ。石原なんかいいわ、なんか気まずい感じがあるからね。はい、オールスターがっさりと終了したね。1戦目代打、2試合目スタメンだったんですが、打てたヒットは1本、フォアボール1つのみだったね。まあ、ここまでホームラン29本打ってるやつなんですが、存在感を発揮することができず。そしてですね、また後半戦が始まりますから。いやここまでね、ほんと最高の OPS 本塁打を打ててきてる。ゲッツーの数はちょっとあまり気にしないで目をつぶっていただきたい。これからもですね、後半戦まだまだ戦っていきますので、目指せ30本以上本塁打をシーズン MVP 2年目にして全部取ろうと思う。欲張りだからね、申し訳ないね。次回から後半戦の実況をしていきます。後半戦1戦目は広島戦になるかな。そちらの試合でね、まずいきなり今季30本目を打ちたいと思いますのでね、
次回の実況からもまだまだお楽しみにね。じゃあグッバイ。ここまで見てくださったみんなありがとう。次回の実況でまた、ウォンウォン。